皆さんこんばんは。メゾンと魔王の続きやっていきたいと思います。さてですね、前回からですね、おばっきをこの方々をちょっと雇い入れてます。で、なかなかここら辺ね、彼氏ができないのよね。あ、マジでこんな払ってくれんの？ちょっと、もっと取ってよかったじゃん。いいじゃん、これでね、とっても満足。そうだよ、それに見合うだけの家賃払ってもらわないともったいないよね。一応払ってくれんじゃん。もうもったいないよ。ほいほい、せっかく改築したんだからね。ほい、この辺はもうちょっと上げれんじゃん。もったいないことしてましたね。はいはいはい、ここもね、ここら辺はおお、上げれんじゃん。ここは全然上げれんじゃん。はいはいはい、なんともったいないことをしていた。よし、とりあえずぐるぐる回そうか。いやー、恋人ができないと厳しいね。みんな独身者ですよ。これはまずいですね。恋人がないと何もないですよ。みんな一人じゃね。ワーニングワーニング。多分ね、つらだけでいけんじゃない。でてれてれててれて。さて、ここら辺もね、いろいろ強化していかないと。みんなに分け与えていきましょう。趣味、ぬいぐるみ。ここはラジオ。はい、鉄アレイは持ってね。幸せの木が欲しいでしょう。ここは携帯ラジオが欲しいでしょう。デスクが欲しいでしょう。誰が欲しいか。いいでしょう。ラックが欲しい。これかな。はい。ここは腐った肉が欲しいか。シンボルか。はい。ここは満足と。そっか。これやった分。変えらんないか。まあまあまあ。コンボが欲しい。ミニコンボってどれの部位だ？これいらないね。ミニコンボって音楽か。あ、これか。いらない。これあげた分、家賃いけるじゃん。さて、あとはみんなには恋人を作ってもらいたいものだ。なかなかね、恋人が勝手にできないか。ただ恋人呼ぶようなお金もかかるからな。ぐるぐる回すよ。809。いいですね。はいはいはい。みんなの体力は大丈夫かな。はい。よし、じゃあ何かやろうか。
フォーム、マクドクリフォーム会社成敗して、おトロエさんいいよ、ボットマン新聞配達員のいい男と、そんなあなたに、この辺すごいんだよな、ステータスまで上がっちゃうっていうのはすごいよな。とりあえずここだからベイビー、営業面が接近中です。はい、語り合ってる場合じゃないよ。ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥ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 ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥルドゥ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 あたりは夜の蝶々の食に着きました。誰だ、あら、カタリンさん、ちょっとなんていう職業に就いちゃったんですか。整体師と夜の蝶々、いやー夜が楽しそうですね。お宝ベイビーは、おっと、防火工事推進係が接近中です。懲りずにやってきやがったな。てってれ、闘志にあふれてます。てってれてってれてれてってれ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 てってれてってれてれてってれてってってってれ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 やばい、早く俺、早く静かに来たよ。ちょうどすぎる、出てこなかったな、これ。あれ、家賃滞納中、しょうがないな、ちょっと下げてあげるよ。あまりにも滞納しちゃうとダメだよ。さあ、家賃を滞納するっていうなら戦ってもらいますよ。さあ、てどうなるかな。なんか並んでんな。いけるか。上に上がってそこで分担するか。いや、ここでもう出ちゃおう。あ、ない。まけ。よいしょ。バリアフリー、推進化、カリガール全滅。ということで、ちょっとね、ここは、子宝ベイビーで頑張ってもらって、こいつの家賃滞納が社員をリストラしていますね。しばらくちょっと様子見ましょうか。お、誰かに恋人ができたの。めっちゃ、どれだ、ここか。しょうがない、君たちにもお祝いだ、子宝ベイビー。盗品を売りさばいてますって、危ねえ仕事やってんな。家賃滞納中、滞納中なら戦ってもらいたいとこなんだけど、はい、OK、 お、問題なし。ちょっと高すぎた、しょうがないな、ちょっとだけ下げてあげるよ。
手段またあげるよ。もう子宝に恵まれてよかったです。よし、彼氏彼女作ってほしいね。猫の下の人たち、モテ期が訪れてくんないかな。とりあえずどっかここら辺も強化してみたら、骨の血が成長しました。成長しました。どういうことだ。今まで子供だったってことか。子供だったのかな。能力的にそうだね。あ、よかった、子供は言ってたんだ。とりあえずこの状態でぐる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 回しながら、どうすっかな。呪いの回復待とうか。で、ここもね、こんなもんできてほしいし。あれ、やつ対応中。ちょっと下げてあげるよ。しょうがないな。ランクも、ケンタミが成長。あ、ここもまだ子供だったんだ。ここら辺かな、ちょっとな。ラックと塗り絵が欲しいか、ちょっとずつ強化してあげようか。ラックと、子供のための英才教育。こいつは特に今欲しいものがないの。恋の夢を見てるか。お、これでできたじゃん。やばい、なに、縛りの、縛りの達人、舞台俳優と縛りの達人が一緒になっちゃった。縛りの達人、ちょっと頑張って、じゃあこちらお願いいたします。さて、どんどんみんな恋人できてほしいね。ここら辺もね、子供たちほしいね。冒険者、接近中です。社員をリストラしていますって。ドゥルドゥル、ちょっと強いのできてんだ。ドゥルドゥルドゥドゥル、ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥル。ドゥル。はい。やばい、シロアリがやられてる。幸せの木でね、頑張ってね。
卵か、腐った肉が欲しいか。卵一蔵いらねえな。腐った肉が欲しいならあげるけどさ。どれだっけ、脂肪か。満足度がちょっとあれですね。まあしょうがない。しかめが欲しい。しょうがないな。フェイクしかめが欲しい。しょうがないな。ここは？お。子だから欲しい。欲しいの？いいけど。そんなに欲しいならいいけどさ。ドレッサーバーベキューセットデスクじゃねえ。ドレッサーバーベキューセットどれだ。趣味どれだろう。バーベキューセットドレッサーが欲しい。ドレッサーってどれだよ。お、すげえ。これすごいね。戦闘中は使えないよと。じゃないじゃない。ドレッサーってどれだよ。身だしなみ？あ、女の子か。男でか。あ、そっか、舞台俳優だからか。なるほど。とりあえずぐるぐる回そうか。接近中。強いけどそれ以上に強くなるボトコ。今度時間もちょうどいいので今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよならの前に、そうですね、もしよろしければチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。さよなら。